皆さんこんばんは。9月29日火曜日配信が始まりました。18時30分開口一番はデブマキチャンプルーでお送りしますよ。よろしくお願いします。イエイ、デブマキチャンプー。あ、これ出すの忘れた。はい、これね、前回ロゴ作ってもらいました。かわいいでしょ。作ってくれたの？そうなの。私の友達のね、イラストレーサーさんが作ってくれたんでね、ちょっと拡大コピーして今日持ってきたんですけどね。すごいじゃん。慣れてないから出すの忘れちゃった。忘れちゃうねと、まあいうわけで、今日は隣にね、おなじみのまゆみんがいらっしゃいますけれど、今日はね、すごいんだよね、肩書きがね、うん、そうね、こちらでございます。じゃじゃーん、じゃん、ミセスアースジャパン静岡大会のファイナリストって秋元まゆみさんでございます。よろしくお願いしますすごいね、ファイナリスト、ファイナリスト。じゃあちょっとびっくり、盛り上げすぎた。じゃあ違うの、じゃあびっくりしたの私。何がなんか最近ね、まゆみほら、うん、ジム行ってきましたとか、はい、なんか美容気をつけてますとか、そうね、そういうなんかこうね、うん、乙女心をこうかきたてる投稿が続いたわけですよ。インスタもやってるからね。そう、最近ね、そう、うん、SNS もね、すごい活発に動いてて、ほんで見たらさ、うん、ハッシュタグにミセスアースジャパン静岡大会ファイナリストえ、ちょっと何それ何それ何それ、そうかなりまして、まあちょっと話聞かせてちょうだいみたいな感じ で、ね、ちょっとお声かけをさせていただいて、はい、そんな感じで、ね、そう、ありがとうございます。お忙しい中、そう、なんかね、このフルスのやず TV に帰ってくると落ち着くよね。まあ作った方ですから。いえ、とんでもないですよ私はただ古株で。いえいえいえ、そんな帰ってきたなって感じ。家にお帰りなさいませ。ただいま。もうまあそんな感じでね、今日はね、まゆみにいろいろその点のね、話をね、ちょっと私も興味津々でね、うん、聞きたいなと。嬉しい、なんかね、興味持ってくれるの嬉しい。うん、うん、もう気になって気になってしょうがない。本当、そう、そっかそっか。じゃあまず、これ単純に、うん、単純にこれよ、ミセスアースジャパンっていう大会、大会ですね。これは何の大会？まあ、アースってさ、分かる、うん、みんな、地球。そうです、ミセス地球なわけですなるほど、はい。それで、ほら、ミセス、ユニバ、あ、ミスユニバースとかさ、うんうん、聞いたことあるでしょ、うん、ミスインターナショナル、うん、ミスワールドってあるでしょ、うん、でミスアースっていうのもあって、この4つが世界4大ミスコンと言われています。ほうほうほう。そのうちの一つのアースのミセス版がなんと今年初めて、あ、初、お初なん、お初なんでございますね。第1回目のミスアースジャパンのコンテストが静岡で行われます、うん、で静岡大会、うん、そこの静岡大会が今度10月来月25日、うん、なんと高城の木製会館、ほい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 ちょっと木製会館バスケやりますね。木製会館入り口、うん、そう、あるね、あります。そう、入ったことまだないんだけど、あ、はい、木製会館でファイナリストが、はい、一堂に集まって、はい、グランプリを決める戦いがあります。戦ってるわけだ、まゆみ。そうです、すげえ。でこのカテゴリーってさ、うん、だって私が20代の人と戦えるわけないじゃん。もういや戦えるよ。そう、戦える戦える、まあ、こっちではねこれじゃ勝てるよ、こっちだね。私も勝てるかも、こっちだったら、こっちだってだけだったらね、グランプリそれで、そう、要は20代から40代、うん、で私は私今55歳なんで、40から60の間の人たちと戦う、うんうん、でその上は60歳以上っていうのがあります。ヤッホー、うん、お客さんいらっしゃいました。お客さん、はい。それで、あ、違った。で、うんと、うん、そので、うんと、独身の人もいるの。あのね、シングルマザーの部っていうのかな、うん、ああ、そういうことか、うん、あの結婚したけど今一人ですっていう人もいるし、うんうん、あとまだ一回も結婚してないよっていう人も、はい、そう、え、私出れるのこれ。出れます、マジあらら、なので今日はまたこれ第1回なので、これから続いていくと思うので、これをチャンスに羽ばたきたいとか、シンデレラストーリーを私も作りたいっていう女性にも今日はね、ああ、教えちゃうと思ってます。素敵素敵素敵。そもそもね、まゆみはどうしてこれに応募しようって思ったの？こういう大会があるっていうのは、まあ大会の関係者の方からこういうのがあるよって聞いたのが大体そうだな、5月とか4月かな、うんうん、それで私ちょうど3月から鍛え始めてたのね、うん、ずっとなんかだってトレーナー探してたりとかしてたもんね。マキちゃんに聞いたよ ねトレーナーさんいないかな、そうそうそう、いないかな、でリブリムとか紹介してとか、なんかね、そういう話してた、してた。そうなのよ、うん、それでちょうど3月にそれこそ石原さんよああ
あの人すごいよね、ムキムキになっちゃってね。市議会議員の石原さんのあの変貌に私は衝撃を受け石原さんどこ行ってんですかみたいな。あ、聞いたので、うん、じゃあ石原さんと同じところに入るわ。おで、石原さんはベストあのスーパーボディっていうコンテストを目指してた、うんうん、じゃあ私もそこ目指すよと。すげえ入っちゃった。まずはそこからだったんだ。私は来たよって思ったの、うん、そっから、うん、でその途中にこういうコンテストがあるっていうから、よっしゃちょうど痩せてきたし、うん、体力ついてきたし筋肉もついてきたから、うん、やってみようかなっていう気持ちになったの。ああなるへそなるへそ。そう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 。でそう10月ね、うん、で9月に予選会があって、そこでファイナリストに選ばれた、うん、選ばれた。素晴らしい、うん、ありがとうございます、ありがとうございます、ね、そうだから私ね、そういうコンテストに出るって、まあもちろん私出たことないんだけど、うん、コンテストに出る人っていうのはさ、うん、なんかただただただってこんな言い方ダメなんだけど、うん、細くてさ、うんうんうん、こうスタイル良くてっていう、なんかそういうあれなんだけど、マユミ見てるとさすごく健康的じゃない。そのやっぱジムに行ってるっていうのもあるし、ここら辺もすごい結構いい感じにね、お肉お肉ついてるね、筋肉かっこいいよね、こういうのね。これって結構理想かもしれない。あ、そっか、最近女性ってそうじゃんね。ほら深キョンなんかもさ、サーフィンで鍛えてるっていうけど、ただ痩せてるっていうんじゃなくて、やっぱしっかり肉がついてさ、そう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 、ボーンキューボーンっていうかさ、まあここはシュッと締まって胸はあってっていうさ、そういうこう理想があるよね、うん、あるある。そう、どう思ったの、え、どう、ボーンキュー、ボーンボーンボーンスリーボーン本当にドラえもんみたいなのよ私、くびれだけでも欲しいなと思って。くびれは作れるってマキちゃん。本当、うん、え、具体的にね、どんなことをやってる、マユミは、うん、あのね、ジムでは、うん、まあそれこそ重い、まあ器具があるよね、うんうん、器具を使って、うん、あとまあトレーナーさんもいるからいろいろ聞きながら、うん、あのやれるんだけど、うん、家でだってみんなできるんだよ、お金かけなくったって。お、今さ YouTube とかすごいよ。もうそういうエクササイズ系のね、私マキちゃんに教えてもらいました。これ見てよ、これ見なよって、うん、送られてきました。送っちゃいました。これ見てたんです。今はごめんなさい見てないんだけどあれね、見てるとねやった気になっちゃうのよ。あら、で満足しちゃうのね。そう、ほんでね、見てるだけなのに汗かいてきちゃってお菓子食べながらね、私なんか頑張ってるような気がするお菓子食べながらなのだから全然ダメなの、逆に太っちゃって、うん、あら、やらない。あのね、あと私おすすめはまあのがチャンネル、のがちゃんって若い女の子だけど、うん、ガクトのチャンネルとか面白いよ。ああ、ガクの。ガクチャンネル。うん。うん、あの人もストイックだもんね。ものすごいストイック。なんかマレーシアの自宅かなって言って撮ってるのね、YouTube。うん。うん。あとね、本当に探せばいろいろある。うん。うん、なのでそういうふうにもうお家で YouTube 見ながら体を動かすとか、うん、そういうところから始めたらいいんじゃない。そうですね、だってお金かけなくたっていいと思うよ。そうだよね、だからそのジムとかもね、うん、石原さんの行ってるジムって結構高そうじゃないと思ったでしょ。だけど月1万1000円で、あ、払えなくはないね。そう、それで、うん、あの今キャンペーンでさ入会金も安いから、うんうんうん、あ、まあ、それは後で、後で、ね、後でちょっと終わった後裏で、試験場だからさ、あ、じゃあ会社から近い。そう、しかもね、うん、朝7時から23時まで開いてんの。あ、すげえ。そうでね、このオーナーがイケメンよ、うん、あ、マジか、あ、見学行きます、ね、イケメンっていうのは顔だけじゃない、うん、すごいハートの熱い人、アッキーアッキーって言うんだ、アッキ ーよろしくね、マキちゃん頼むねとか言ってそう、あのね、そういうことなんだよ、うんうんうん、イケメンっていうのは心もイケメンなわけ、うん、そうね、ですごいね、私たちが頑張ってるとものすごいいろいろ教えてくれて、うん、もっとボクサーだから、あ、今ね、今日やってきたボクサーサイズ、え、今日も行ってきたの、行ってきたよ、すごい、今週3回行ってます、すごいね、大学から通ってます電車だったり車だったりえ、今度はマユミンがやってるくらいの時間帯に見に行こうかな、あ、体験 OK、 体験 OK、うんうん、一緒に行こうよ、行く行く、だって行けるじゃん、会社っていうか勤め先、そう、5時で終わってからでもいい、いいよいいよいい、うん、え、その気になってきたね、キビキビキビちょっとイケメンみたい、イケメンあのね、行く、一緒に行く、みんなで行こう、誘うよ、うん、みんな女子軍で、じゃあ行きたい人募集しますんで連絡くださいとまあそんなジムをね、うん、はい、まあ、行きながら、そうそう、あと食事とか、うん、あ、本当にこれね、うん、食べるって一番大事だよね、うんうん、食事がやっぱり基本、うん、要は日本だてらで、ただ本当にあの何運動して、じゃあもうラーメン食べようとか、うん、中華食べよう、それはダメ、
すいませ ん, すいませんで私が、まあ、気をつけてるのはプロテインもちろんだからタンパク質を飲むこと、うん、取ること、うん、摂取すること、うん、筋トレをやる人は普通の状態の人よりも 1.5 倍は取らないといけないからかなりのタンパク質を1日に摂取しないといけない、うん、なので、まあ、メインとしてはやっぱり鶏の胸肉あよく言うブロッコリー、うん、サラダあとおすすめはオートミールあ私も最近ねオートミールはね食べてる食べてるわえらいいつ食べてる朝うん朝はね私食べなくってあそ う, そうあ朝食べた方がいいって本当は、うん、私もねそうだったの朝食べない人だったんだけど、うん、朝ちゃんとバナナとオートミールで豆乳かけて、うん、その中に、タンパク質が多いさオイコスとかあんじゃんあ聞いたことはあるけど、うん、あのね普通のヨーグルトじゃなくてタンパク質が 10g ぐらい入って、うん、結構入ってる、うん、タンパク質が入ってるギリシャヨーグルトみたいな感じ硬いあれをバサって入れて、うん、でカチャカチャって混ぜ て, 混ぜてで甘みが欲しい時はラカントとかそういう、うん、気をつけてすっごいねそうするとねお通じがすごいだから朝からもう快便快便これ大事よ女性の皆さんやっぱね出さなきゃねそう、うん、綺麗になれないし体重も減りませんそう、うん、なので、うん、あのオートミールを食べて、うん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 、バナナも食べ て, 食べてバナナはむくみを取ってくれるあそうなんだ、うん、だからむくみやすい方におすすめですねうーんあバナナ食べよう朝、うん、そう私ね夜がやっぱ飲んで食べちゃうから朝ねもたれちゃうから多分食べない生活になっちゃったと思うだから夜気をつけて朝食べるようにした方がいいんだね、うんうん、そうだねそうだね夜は気をつけようそうちょっとその辺か夜はちょっと私は炭水化物今は取ってないおお、うん、だから本当サラダと肉と、うんまあ、おかずちょっと、うんうん、そんな感じ味噌汁とかああ塩分大事、うんうん、そうそうなんだそうまゆみんが今日着てるこのお衣装なんですけどねいきなり振っちゃったけどまゆみんまゆみんこれいつのお洋服これねさっき教えてくれたもう10年くらい前のワンピースすごいなんかセクシーああ本当だ超セクシーここがねレースになってますあ素敵素敵もう ね,、うん、ねずっと着たかったけどこの10年着れなかった、うん、私、うん、着て着る勇気がなくて、うん、着れなかったねこの辺もたれちゃってでも今全然違和感なく入ったぴったり今ねえすごいいい感じなんか綺麗にラインも見えるしこれそんなに胸も落ちてないしねうん垂れてないよね前にでも今、まあ、胸はねちょっとねそう垂れてるさもう55だもんその年齢強調しなくても垂れてない、うん、まあ今ちょっとクッと上げてるけどね、うんうんうん、なので本当にあの何歳でも鍛えれば体は応えてくれるし、うんうん、本当すごーい。マキちゃん女は諦めちゃダメはい死ぬまで女なんだからはい、はい、もう最近本当ね諦めてるってわけじゃないんだけど、うん、あんまり手をかけなくなっちゃったほら今ねコロちゃんでさずっとマスクしてる生活だったりするからそうそうそう、うん、お化粧とかも全然しなくなっちゃったしまゆみすごいねあの近くで見るとね顔のね化粧のノリがね前もね悪くはなかったんだよだけど全然違うの、うん、あのね私ももともとね、うん、トラブルは全くなくて、うんうん、ニキビとかも、ねうんうん、あのよく高校生とか出るじゃん、うん、あれもあんなかった本当できたとしてもポツポツぐらいで、うんうんうん、それで今本当にお手入れをちゃんとするようになったら、うん、変わってきたもんこの年でも、うん、肌の底上げっていうのかなああ、うん、そうなんだすごいよここにね今ねちょっとお持ちしましたよ持ってきてもらったんですけど、はい、これはそうこれね今ねアクアージュっていうアウラ化粧品っていうね皆さんもしかしたらもうご存知の方もいると思うけど、うんうん、これあの今度の大会のスポンサーさんが出してる、うん、要はミスコンとかミセスコンを主催する会社が出している化粧品なんですよ、うん、へえすごい、ね、ちょっと見ていいですか、うん、で今ね見ていいよそれはクリーナーって言って要は角質を取ったりその前にこれもこの中に入ってるのがね洗顔これが洗顔？そう、これが洗顔なのよ。今ちょっと開けちゃうね。うんうん、いいごめんね、ここだけで。大丈夫ですよ、うん。まだ使ってない。ほら、あ、綺麗。綺麗なブルー。ブルー。海の色ですね。はい。これで洗顔を、これがものすごく泡立つの。うん、びっくりするくらい。で、泡でね、どう洗顔って泡で立ててる？泡立ててる。立ててる。で、どうやって洗ってる？結構ね、うわーってやっちゃってる。わーはダメなの。
しっかり密着して泡をいっぱいつけてこう押すのね。そう押すの、ポンポンポンって。そうすると毛穴から汚れが浮き出てくるの。へでそれを流す、ね、でこれもクリーナー、まあこれもそうなんだけど、これもつけてこうやってるパサカサカサって押してくる、うん、あでその後にこれね、ちょっとピンクなんだ、ピンクのピンク色の、あ綺麗な色、わかるかな、うん、そう、これはいろんな成分がね入ってるみたいだけど、うん、これを塗って、匂いはねなんかねちょっと、なんつうの、ちょっと微妙、あなんかちょっと薬草っぽいのが入ってるような感じの匂いなんだけど、うん、本当にこれあの朝晩塗るだけだから、これオールインだから、あこれオールインなんだ、あ楽でしょ、楽、もうちょっと手間かけるの嫌だから、化粧水、クリーム、うん、なんだ乳液全部入ってる、美容液だから、すごいいいなこれ、そうこれ塗るだけでも整っちゃう、うん、で前にこれやってて、そこでやってて、あともう一個ね今日ね、うん、また紹介するけど炭酸パック、これも、うん、あのサプライヤーさんって言って、このミセスコンテストに協賛をしてくれる会社、うん、それ焼津なんだよ、あすごい近所、そうなんだ前投稿上がってたやつ、アビナス、家から近所で、そうアビナスさん、うんうん、そこのジェルパックもなかなかいい、炭酸ジェルパック、体験会もあるよ、また誘われちゃったイケメン来る、違うイケメンはどうかな、そこは炭酸パックっていうのは私本当無知でごめんなさい、炭酸ってシュワシュワってイメージだけど、やっぱシュワシュワ、やっぱシュワシュワして、通常はね結構さ痛かったりするんだけど、それは何にもこう刺激はちょこっとあるぐらいで、本当にね1時間ぐらい浮くんでただ、そんなに置いていいってこと、30分ぐらいでいいんだけど、うん、でも置くんだよ、のっけてからちゃんとビニールで密閉して1時間ぐらい置くで取った時に肌の色白くなってるっていう、えもうすぐ分かる、分かる、やってみた、うん、だから本当にそれでもう肌も白くなるし、キメも整う、うん、それもやってるから結構美容が頑張ってますすごいよ、ね、大変よ、そうだからまゆみん見てると、その週3回ジム行って、そういうお肌のそういうビューティーキャンプっていうね、そう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 、あのその言葉で出てきて私も覚えちゃったんだけど、うんうんうん、そういうのでいろんなこう体験したりとか、うん、そういうの見てるとね、やっぱね私やってないんだけどなんかワクワクしてくるんだよね見てるとね、すごい、それだけですごいなと思って、忙しいよね、うん、だから前そう忙しいし忙しい、うん、昼寝なんかしてる暇ない今まではゴロゴロしてたけど、ゴロゴロしてたの家でそうなんだそうなんだ、いいよ、だからね、あのなんていうのかな、うん、やっぱこうビューティーキャンプとか、うん、まあ、こちらの、まあ、コンセプトとして、うん、普通の主婦がシンデレラストーリーでっていう、なんかねそういうのが夢が叶う、あ、うん、だからどういう人が出てるかって言ったら、うんうん、本当に あのね綺麗な人というよりは、うん、綺麗になることに貪欲な女性たちだと、うん、あでもね最終的にそういう人が綺麗になってくるんだよ ね、 そうだね、うん、あの元とかじゃないんだよねやっぱ、うんうん、それはもう、ただまゆみんはもともとほらね、まあ、私は華やかなところで、うん、ミスとかやってるんで、まあ私的にはちょっとこれはまゆみんが私はダントツなんじゃないかって勝手に思ってるんだけどね、40代の子たちと戦うんだよ、戦えるでしょうその点はちょっと不利だよね、そうかな、うん、そうそう40から60の間なの、そう、うん、そうそうそう、結構広いけど、でもさ、まあね、私が仮にさ出たとするじゃん、ほんで隣並ぶじゃん、どっちがいいっつったら絶対こっちだよね、いやそれはもう人の趣味じゃんあ、まあ、そう趣味言っちゃったらあれだけどね、私みたいなデブ戦とかだったらあれかもしれないけどでも私もマキちゃんほら、うんうん、丸くてぽっちゃり型じゃん、うん、だそういう人が好きって人はいいかもさ、ね、だけどさほらすごいもう細い人がいいとかさ、あそりゃそうだね、でもこれはね、うん、みんなグランプリを取ろうと思ってみんなそう思ってると思うよ、うん、だってさ1位を目指さなきゃ、うんね、やるからにはね、やるからにはやるからには、ね、だからみんな美容も頑張ってる、うん、そこの過程がやっぱりいいんじゃない、あそっか、そこに向かっていく自分を頑張るっていうさ、うんうん、そのだからグランプリどうのこうのっていうよりはそこへ向かっていく過程の中で仲間なわけ、うん、そうだよね、ライバルであり、そうだからみんなで、うん、楽しんでやってる感じはする、だからビューティーキャンプってすごい楽しいのよ、うん、そういう何上を目指す女性の志がバチバチでいいじゃん、なんかすごく元気になるの、うん、ビューティーキャンプの場所に行くだけでもね
エネルギーをもらえる感じ。すごいね。だからね、ぜひね、私こういうの見ててね、私もやってみたいなと思う人におすすめ。うん、うん、もう今からだとね、もうファイナリストの人たちがあれしてるんで、来年に向けてね、来年ですよ、これを見て、うん、私もやってみようっていう人はぜひ。なんかね、さっきも言ったけど、一、うん、回も結婚してない私でも一応出れるみたいなんで。そうそう、だってさ、普通ミスコンって言ったらやっぱ25とかさ、うん、までとか限りがあるけど、そう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 、今このね、いい年になってよ、うん、こっから挑戦できることってあんまりないじゃない。ない。私だって30年ぶりだよ、このミセスアースってこのコンテストに。すごいね、申し込んじゃった。なんかドキドキするね、うん、楽しみ楽しみ。でもね、15秒、そう、うん、コンテストの内容なんだけど、あ、そうだそうだ、15秒のスピーチなの、うんうん、15秒だけ。はい、ウォーキングドレスを着て、うん、ウォーキングをして、エントリーナンバー14番滝本真由美、15秒それだけ、うん、滝本真由美で、私がミセスアースで叶えたいことを15秒にまとめてインパクトを与える。おお、そしてそれを評価してくれる、うん、審査員の方が。それだけの評価。そう、うん、どんなことないよ、まあ、いろいろビューティーキャンプとか、うんうん、あとそうチケットもねちょっと売らなきゃいけない。あ、なるほどね。そういう、あとインスタとかこういうライブ配信とか、だからどれだけあの私ミセスアースが影響力を与えられるかって、うん、あのそういう影響力を与えられる人がなれる。なるほど。ということはインスタも、インスタもやってる。はい、インスタ、そうだ、はい、ここに書かなくてもいいや、うん、はい、2020 検索してね。そう、そう、あの検索すれば引っかかります。そうそうそう、そう、はい、2020MEJ で、私は T まゆみで登録、うんうん、みんなアカウントを作ってんの、うん、ミセスアース、それぞれ、ね、だから、うん、個人のアカウントとは別にミセスアース用のを作ってるんで、フォローしてください。よろしくお願いします。まあ、さっきね、私今日のこの配信 の、 あの宣伝っていうか、うん、見てねっていうのをツイッターでね、うん、やって、一応ハッシュタグにミセスアースジャパンって入れたの。ほんで入れて試しにそれで検索してみたの、うん、ツイッターで、うん、ものすごいいっぱい出てくるのね、うん、びっくりしちゃった。でそこからインスタにこう飛べるのもあったりして、うんうんうん、みんなすごいなと思って。だから静岡に限らず、あ、そうそう、宮城とか仙台とか、うん、この間兵庫も終わったし、今度神奈川もあるし、うんうん、で、まあ、その静岡大会が10月の25日の日曜日、木星開会、静岡のね、みぞおちですね、みぞおちにあるんだよね、ありますね、はい、で、あのまゆみんがチケットを、はい、あの 売ると思いますのでちなみにチケットっておいくら？チケットなんですけども、これ実は1枚1万5000円です。わちょっとお高めではありますが、うん、これあのミセスアースとか、あ、アースは1万5000円だけど、他の大会ってもっと高いんだって。へえ、そうなんだ。で、あのディナーショー形式とかあるらしい、うんうん、今回は木星会館だし、うんうん、そんなにあの、まあ、コロナのこともあるので、うん、そんなにあの人数を入れずに、はい、やります、ね、一部二部制でやるんですけど、はい、私は、この一部の方、お昼から2時までの間で登場します、はいはい、まあ、興味のある方はぜひ私に DM いただければ、そうですね、つなぎますので、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。来年の出場したいっていう方はぜひ、そうだ、参考になると思います。そうですね、うん、あの事前見学みたいな感じで、絶対それ大事よね、予習ね、そう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 、イメトレイメトレ、そう、感覚をねやっぱ掴むとね、うん、目指してる人はやりやすいかもしれません。私とってもいいと思います。ビューティーキャンプも充実してるし、うん、眉美を見てるとね、それはすっごいよくわかる。全然違うもん、半年前半年前、私もさ、映ってる自分がなんかすごい、なんかすっきりしててさ、びっくりしちゃった。そう、ね、ね、痩せたよね。痩せた痩せた痩せたなんかすごいすっきりしちゃった、ここ、ね、どうした私って感じ。大丈夫大丈夫大丈夫、うん、なんか本来の眉美にきっと戻ったんだよ。あ、そう、私ね、うん、帰って帰りつつある、うん、30代、ね、20代、ね、ほらよく眉美が、たまに昔の写真出すじゃないあれにね、だんだんね近づいてきた。本当嬉しいな、はい、あ、コメントいただいております。 ありがとうございます。あ、ひさぴーですね、ありがとうございます。ひさぴー元気。今日20時から番組ありますけど、まゆみまきさんこんばんは。こんばんは。インスタに影響がある人憧れるだそうです。何、インスタやってないの？知らないです。ひさぴーやってるかどうかは知らないですけどね。あ、そうかそうか、はい、後で探してみてもらおうと思いますやろう一緒に。まあ、そんなわけでまゆみもお時間になってしまったんですけれども ね、 ね、最後に何かメッセージかなんかあったらどうぞ、はい、私から
前向きなみんな女性皆さんにいろんなことをお伝えしたいなと思うので、ぜひ番組やらせてください。そうですね。ていうかもう25分では語り尽くせません。全然時間足りません。足りません。あの食事のこと、私が今取り組んでるトレーニングとか、うん、そうそうそう、いろいろ言いたいことがあるんだけど、うん、またぜひ出させてください。来週来てください。じゃあそう、じゃあ来るか、うん、60枠空いてるんで。空いてる、空いてるんで、じゃあ私番組やります。はい、ありがとうございます。マユミの綺麗になりたい。いいじゃんいいじゃん、いいじゃんいいじゃん。だからこれにめがけて、分かった、ファイナリストへの道ってどう。あ、いいじゃんいいじゃん。ファイナリストじゃない、グランプリだよ。どうだよどうだよ、ここに終わっちゃダメだよ。ファイナリストになったんだから。なっちゃったっけ、そういや。グランプリへの道、はい、いいね。というわけで、あの急遽決まりました。来週から毎週か、はい、からお送りします。6時でいいのね。6時で、分かりました、よろしくお願いします。あー、よかった。来週につながったところで、はい、ビブマキチャンプルーは以上でございます、はい、今日は頑張ってるねまゆみんに来てもらいましたんでね、みんなで応援しましょう。ありがとうございました。静岡からグランプリを今ぶつけたでしょ。はい、はい、ありがとうございました。もう1時間ぐらい食べたよ。ね、喋れるね。全然喋れる、うん。じゃあ前よ来週からよろしくお願いします。いいね、本当に。うん。火曜日の6時。6時ね。うん。そう。じゃあご飯の支度してこよう。うん。押してください。うん、もしあれなら他のファイナリスト仲間とか。そう。あのね、順だよ。SDB 関係者。だから一緒にやろう。あ、声かけようかな。ぜひぜひ。じゃ あ、 あ、紹介しなかった。いや、全然いいです、ね、お願いします。あ、紹介しなかったんですね。お久しぶりです。痩せたでしょ、ちょっとね、はあ、思った最初から。お願いします。あの、これしてたから。あ、これしてたから。はい、みんな痩せちゃって、みんな痩せた分私が来るって。先生だね、自分で進めて今まで流れてたので、ちょっと自分に勝つはい。あ、みんな気づいてくれたね、それ。あ、はい。あのね、アビナスさんって、私またあのフェイスブックとかインスタとかにあげるので、あ、ぜひインスタ。あ、そっか、これで。よろしくお願いします。ちょっと声出してみて。はい。ああ。はい、腹から。腹から。あは。あはは。あはは。ちょっとこの辺のいいのかな。読めない。ああ、ああ、あ、こんにちは。ああ、ああ、はいはいはい。はい。あいうえお。聞こえますか。こんばんは。ああ。テスト、テスト。